ベストラ・イエータランド県に合併した3県の1、スカラボリ県はかつて存在したスウェーデンの県。1634年に成立し、1997年12月31日まで存続した。1998年1月1日からは、エルブスボリ県、ヨーテボリ・ブーヒュース県と合併し、新たにベストラ・イエータランド県が成立した。県名は、 喧嘩の都市であるスカーラの郊外にあった要塞に、ちなんでいる。県庁所在地は、マリーエスタード、喧嘩最大の都市は勝負でであった。また、ベステルイエートランド地方の北部を占める県でもあった。スカラボリ県自体は廃止され、現在は存在していないにもかかわらず、様々な組織が、スカラボリ県にちなんで名付けられ、スカラボリ県域だったエリアをカバーしている。それらの組織には、 いくつかの新聞、ラジオ局一局、様々な NPO が含まれる。また、スカラボリ県域の病院複合体も、スカーボーグススジェカスと呼ばれている。前述のように、県の大部分は、ヨーテボリ・ブーヒュース県とエルブスボリ県と合併したが、ヨンショーピングに隣接するハボミューニセパラティと、マルスホミューニセパラティは、ヨンショーピング県に合併された。ありがとうございます。